皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。今日ご紹介したい本はこれです。ドン、1兆ドルコーチ、シリコンバレーのレジェンド、ビル・キャンベル成功の教えです。で、これをまあ紹介したい理由なんですけれども、まあ、まず、ネーミングセンスが良かったので買ってしまったっていうところがあって、で内容を読んでみると、まあ、とても面白い本でした。著者は、まあ、エリック・シュミットさんっていう方で、2001年から2011年まで Google の CEO をされていた方です。で、この1兆ドルっていうのは、まあ、Google や Apple の経営者のメンターとしてこのビル・キャンベルさんが活躍した、そういう大きな会社の企業価値を合計すると、まあ、1兆ドルぐらいの価値のある会社になるっていうところから来ています。で、最初も言ったように、まあ、完全に邪気買いなんですけれども、でこれを読んでる時に何かの漫画でこう、お前のためにチームがあるんじゃない、チームのためにお前があるんだみたいなセリフを聞いたことが あるんですけれども、まあ、それを字でいくような本です。アップルやグーグルといった、まあ、IT 業界で、まあ、その中にいるハイパフォーマーを、まあ、どうやって手なずけるかみたいなのが書いてあります。まあ、1兆ドルコーチ、この本は内容が、まあ、コーチング、さらには、まあ、チームの作り方なので、なので、この本にも出てくるんですけれども、まあ、部下や組織にハイパフォーマーな人がいる、そういう方にはぜひ読んでいただきたいなっていうふうに思います。あと、まあ、私が支援している、まあ、小規模な組織であると、やっぱり10人ぐらいの規模になってくると、業務が分散化されていきますので、まあ、チーム作りという意味では非常に役に立つのではないかと思います。で、まあ、興味深かったなっていうところを、まあ、3点ご紹介します。まず1点、まあ、人が全てっていうところです。まあ、アメリカってもっとまあ個人主義なのかなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、そうではなくて、まあ、組織の中の人を大切に扱いっていうところです。まあ、特にビジネスの問題よりも、まあ、パーソナルの問題を解決してからビジネスに取り組めっていうところがあって、まあ、そこは、まあ、なるほどなっていうふうに思うところがあります。2点目、まあ、第一原理で人を導くっていうところです。何か困った時、何か選択しないといけない時っていうのは、一本軸があるとみんな同じ行動を取りやすいです。いろんな考えがあればあるほど、一つの軸をしっかり定めてそれに向かっていく必要があるのではないでしょうか。特にこうハイパフォーマーみたいな人がいると、その軸、まあ、言い換えるとビジョンとか、まあ、経営理念とかなんですけれども、まあそこに合致させていくことが重要なのかなというふうに思います。3、すべきことを指図するなっていうところです。これ非常に耳が痛いところで、まあ、私もまあ会社員の時に部下がいた時、ありしろこれしろっていうふうに指図してしまいました。本当に必要だったのは、まあ最終的には同じような行動をさせるとしても、そう自発的に促すような、そういう仕組みが必要やったなっていうふうに思います。また本書ではその必要性っていうのが書いてあります。で、本書を通じて、この本1兆ドルコーチを通じて、まあこう雰囲気的に分かるのは、まあ、チームの貢献、この一言です。でチームで成果を出した方が、個人で成果を出したよりも
高い成果ができる、まあ、それは当たり前のことなんですけれども、ハイパフォーマーというのはそこから逸脱しがちなので、なるだけチームにまあコミットさせる、まあ、そういうところがここにこの胃腸ドールコーチには書いてありますし、とても参考になるのではないかなっていうふうに思います。今日はまあここで終わりです。こんな本を読んでほしいっていうようなリクエストなんかがあれば嬉しいなっていうふうに思います。またお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。